ポポタンの虎。それでは最初の志願者さん、どうぞ。はーい、巷でおっきいお友達はブイブイ言わせてる魅惑の魔法少女みーたんでーす。マネ不成立でしょ。まだ何も言ってない。いきなりすっとんきょうな格好と物言いの志願者、のっけから悪い印象を与えたかに思えたが、意外にも虎たちは冷静にそれを眺めていた。いくらを希望しましか？3000トンで269,619円です。高っ。そして細かそにゃ。お金の使い道は？新しい魔法少女のコスチュームを作ろうと思って、それで全世界の海を回ってプロモーションビデオを作るの。スクール水着で。衣装いらないじゃん。っていうか九十九里浜あたりで我慢しろ。あと新しいマスコットも欲しいな。うなぎはもういいから。虎のうちの一人が声をかけた。愛である。プロモ映像を撮るだけであれば新しい衣装はいらないのではありませんか？それに今のコスチュームのままの方がファン心理的には受け入れられやすいと思いますが。ちっち、分かってないな。もらう側のくせに偉そうだ。衣装を新作すればフィギュアとかがれきとかドールとか商品の数が増やせるでしょ。これは好きなものは全て欲しいという人間の抗いきれない収集癖をくすぐった大々的な企画なのよ。もう売り上げ倍増、さらに倍ってな感じで。そう、素晴らしいわみーちゃん。マジで？そんなビジネスライクな企画を立てられるなんて、もう立派な大人ね。ちょっと待ってよアイネ。うちにはそんな大金。3000トンで269,619円出しましょう。アイネ、この時点で希望額に達しました。おめでとうございます。マネー成立でしゅ。やったー。それでは次の志願者さん、どうぞ。どうも、失礼します。マネー不成立です。まだ何も言ってないでしょ。それでいくらを希望しましょうか？3000トンで269,619円を。マネー不成立です。あんたさっき同じ額もらってたでしょうが。そのお金の使い道は？新しい自転車が欲しいなって思って。意義あり。そのネタは前に終わったよ。マイネーターにはおっぱい大きくする方が重要だと思います。しつこい。私はそのツールドフランスに出たいのよ。ツールドフランス？ヨーロッパの山々を巡る世界一過酷な自転車レース。レーサーだったら誰もが憧れるその舞台に私は出たいの。レーサー？そんな設定あったか。その場にいた誰もがそう思った。でもほらラジオドラマだから。トラたちは納得した。納得したでしか？分かったわマイちゃん。舞ちゃんのその純粋な気持ち。3000トンで269,619円出しましょう。マネー成立でしゅ。おめでとうございましゅ。よっしゃ。次の志願者さん、どうぞ。メアです。そう言って繊細そうな顔立ちの可憐な美少女は椅子に腰を下ろした。細身の体にメイド服をまとい、絵も言われぬ神秘的な雰囲気を醸し出している。自分の都合のいいようにナレーション入れないでください。さっさと始めろ白いたち。心の中で彼女はそう毒づいた。それでいくらを希望しますか？3000トンで269,619円です。金額が変わんないな。それでそのお金の使い道は？最高級 DVD プレイヤーに5.1 チャンネルサラウンド音響システムアンプ、全方位型スーパーウーハースピーカーセット、さらにプロジェクターにマルチスクリーンを揃えるためです。それでもそんなにかかんないでしょ。音響重視の高遮断性反響型の素材をふんだんに使った防音 AV ルームを設計するとそれくらいになります。でもなぜそこまでの高設備が必要なのですか？それはもちろんポポタンの DVD を心ゆくまで音に浸りながら楽しむためです。費用の中には PS デジタルチューナー代とソフト代も含まれております。各館3本ずつの。 OK! マネー成立。
ふふ、ちょろいもんだ。そうほくそ笑む姿に虎たちは気づかなかった。次の志願者団どうぞ。うにゃぎでーしゅ。うにゃぎじゃなくてうにゃぎでーしゅ。かわいいからマネー成立です。はやっ。次の志願者さんどうぞ。あのすいません、無理してお金を用意してたら毎日のように某所から催促の電話がかかってくるようになって。おいおい、マネー成立でしょ。